はい、こんにちは。永井美学塾へようこそ。塾長の永井龍之介です。今回はですね、スペシャルゲスト、今この美術界で大変に話題になっているアートテラートニーさんをお迎えしました。トニーさんとこれから話をしていきたいと思います。はい、トニーさん、よろしくお願いします。トニーさんとはね、はい、このいわゆるこの銀座ギャラリーズのイベントの企画でお会いして、もう10年近く、7、8年、もう10年ぐらい経ってますね。はい、はい、その時にお会いして以来、折々にお付き合いをしているという感じなんですけれども、トニーさん、実はですね、もともとお笑い芸人ということで、はい、お笑い芸人からこのアート界へ転身じゃないか。そうですね、転身します。そのあたりも含めて、はい、いろいろな裏話がたくさんあると思いますのでね、はい、お伺いしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まずですね、トニーさん、千葉大学ですね。はい、そうなんです、一応千葉大学に入って、はい、お笑い、そして、はい、アートテラーという展開なんですけれども、千葉大学に入られたということは、はい、そこで勉強したことで、はい、社会に出ようと。初めからお笑いを志してたわけですか？いや、全然です。僕中2でお笑い目指して。あ、そうなんですか。はい、中2でお笑い、相方と出会って、で漫才やったのがきっかけで、そこの話すると長くなっちゃう気もするんですけど、それまで僕本当にもう物静かな子でしたから。小学校の卒業アルバムの将来の夢、公務員って書いてました。あ、そうですか。なのでもう本当人前で喋るのすごい苦手で、でたまたまその相方と出会って、同級生です。中学校の時に出会って、で最初は3人仲いい、グループがいて、その2人に漫才やらせてたんです。僕裏方が良かったんで、でやってもらってたんだけど、なんかたまたまその1週間後ぐらいに、その3人でなんか漫才やってて、だから1週間後ぐらいにクラスメートがちょっとこう1人、転校することになって、なんか出し物できるやついるかって先生がいた時に、相方安田っていうんですけど、安田が手を挙げて、漫才やります。でクラスはすっごい盛り上がったんですよ。はいはい、漫才やんのみたいな。で誰とやんのって言った時に、本当はもし石井君とやるはずなんだけどそう、相方が、僕は本名は淳なんで、あっちって言われてたの、あっちとやりますって言った時にクラスがすごい盛り上がったんですよ。やるわけないから絶対。それでうわーって盛り上がって、あっちがやんのって言って盛り上がったけど、その時に僕は本当に人見知りだったんで、無理ですとも言えないんですよね。もうクラスでもうすごいカーッとなっちゃってっていうぐらいの、こう人前で喋るの苦手な子だったけど、もうやらざるを得なくなって翌日やって、それで人生が変わった感じです。で受けたわけ。受けましたね。今でも思い出します。あれ多分一番受けたんじゃないかなって、人生で。人生で。でも本当電流が走るってこういうことかなっていう、すごい受けて、あ、これは面白いなと思って、だからそこから本当はもうお笑いやりたかったんで、大学も本当は行く気なかったんですよ。でうちすごい貧乏な家で、両親とも大学行ってなかったんで、学資保険入ってて、でも息子には大学行ってほしいって、でも僕は本当お笑いやりたかったんで、お母さんだけには言ったんですよ。お笑いやりたいからちょっと大学行けないみたいな、なんですけど、どうしても行ってほしいらしく、大学ぐらいは、大学もうなんか未だに覚えてますけど、うちの親父がすごい厳しいんですよ、九州団地で。でそんなふざけるような親父じゃないんですけど、例えばある時家帰って、部活終わりで家帰って、だから急に親父が新聞バッと広げて、そうか、大卒は高卒の給料何点何倍か、で独り言のように言うんですよ。でお母さんが料理して手を止めて、そんな違うの大学出てるとみたいな、絶対俺に聞かせようとしてるんですよ。で、それを俺は無視してるんですけど、でまたある時には大学出てると、おかんが働いたバイト先の店長が、なんかこう大学の友達と同級生、なんか同窓会やるんだってみたいな話をしたら、親父が高校の友達と違って大学の友達って一生ものって言うもんなとか、もう絶対大学が素晴らしいところだみたいなコントみたいなのが毎回繰り広げられるんで、仕方なく、じゃあ大学は、親の気持ちとしては、はい、じゃあもうそこは大学行きますって言って行くんですけど、うち貧乏だったので、千葉県住んでたんで、まず一人暮らしさせれないですよってことと、交通費は自分で出しなさいよだし、公立しかダメですよ、前期しか受けちゃダメとかって考えたら、もう千葉大しかなかったんですよね。で、千葉大行くかって決めて、でそれで今でも覚えてますけど、高校3年になった時に2社面談で、それまで吉本行きたいしか言ってなかったんですけど、大学行きます、どこ行くの、千葉大学行きます、学部どうするんだって先生に言われて、僕はもう大学の仕組みよく分かってなかったんで、いや入ってから決めるんで今言うことじゃないですみたいな、なんかもう文系理系って入ってから決めるじゃん、高校って2年で決めるみたいな、あんなレベルと思ってたから、とにかく受かってから考えればいいと思ってたんですよ。
そしたらそういうもんじゃないってそこで知って、ないですよね、そこで知って、うん、あ、学部かと思って、まあ、たまたま思いついたのが法学部だったらあるだろうなっていうので法学部って言ったら 99% お前の実力じゃ無理だって言われて、でカチンときたので、じゃあこれ企画だなと思って、自分の中でこのなんか当時あの電波少年やってたんで、 あんな感じでこの無茶な 99% 不可能なことにチャレンジしてやろうみたいな感じで、だからめちゃめちゃ勉強してそれで受かったんですけど、入ったら興味なかった。現役で入った。現役で入りました一応。それはすごい頑張ったんですけど、全然法学部に興味ないんで、だから大学4年間はほとんどもう最初の1年はちゃんと行ってましたけど、2年目からはもう学校には行くけど、そこからもう映画館に行く生活みたいな。ほとんど映画館行ってましたね。でそのまあ、美術とかもだから全然そこでも学んでないです。そうなんだ。そうなんです、そうなんです。で吉本はその後なんですか。そうです、4年卒業して、だ相方がまあちょっと帰国子女というか海外行ってたんで、1年ずれちゃったんで、相方が卒業するの1年待って、それでもう満を持して吉本入りましたので、同期としては渡辺直美ちゃんとか、ね、ジャングルポケットとかと同期で入ったんですけど、1年半ぐらいかな、卒業してちゃんと吉本の預かりにはなったんで、そっから1年半。たまたまなんか今年のなんかある新聞見てたらば、なんか千葉大を出てお笑い芸人になったっていう人の記事が出ていて、はいはいはい、でなんかその中で、いやお笑い目指すのは千葉大学だと思ったっていう人がいたんです。あの サークルが強いんですよ多分。お笑いのお笑いサークルがちゃんとあるんですよ。で僕はそこ入ってないん でそれですぐ私トニーさんのことを思い浮かべてはい、はい、で千葉大の先輩であの大久保大久保さん、佳代子さん、オアシスの、ね、そうそうそう、あ千葉大ってそういうとこなんだと思っていや全然ですね。でも大学行ってで全く無になってなかったなと思うのは、本当に90分人の話聞くって苦痛だなっていうことを3年4年間学んだんで、やっぱり仕事からたまに今でも講演とかすると、いや人に90分話聞いてもらうっていかに大変なのかなっていうのはやっぱ大学のあの4年間の苦痛、まあ、90分の授業ですからね単位がね、きつかったですよね。だってもうつまんないから寝るんですけど、寝て起きてもまだ続いてるみたいな、まだあと40分50分あんのみたいなとか、本当に、まあ、一応卒業はできたんであれですけど、ええ、そうそうそう、だからまあお笑いやりたくてしょうがなかったんです。まあ、とにかくじゃあお笑い一直線なんですね、ずっと一直線でした ね。今なんか変わってないですよ自分も。だから今もうプロフィールで元吉本芸人とは書いてもらうんですけど、元お笑い芸人って言われると、いや一応お笑いの気持ちでやってますみたいなところはありますかね。なるほど、それで吉本に入って、はい、吉本に入るっていうのはいわゆる養成所で。そうです、だからもう40万払ったら誰でも入れるんですよ、あの吉本さんは。一応入社試験じゃないか、入所試験ある。もう基本は多分滅多なことじゃない限り入れるんですけど、ただ僕らの代で、東京校だけで600人入ってるんですけど、卒業公演というのは最後にあるんですよ。この卒業公演の舞台に立てた人だけがそのまま預かりになるんで、卒業公演大体100人ぐらいしか、だから大体もう6分の1ぐらいしか、まあ、NSC には行くけどそのまま吉本に入るっていう人は全員ではないって感じですね。あ、そうですか。で大阪もあるし、札幌も福岡もあるので、かなりの数の人が入ってはいるけど、多分預かりになるのは多分6分の1、7分の1ぐらいじゃないですか。そういうのはなんか選ばれるわけですか。選んでもらいました。一応僕らは放送作、ね、前田誠二さんっていう、最初から一緒にその相方とコンビで入ってる。そうです、だからそこが結構特殊で、基本は中で見つけるんですよね。で僕らは相方とも中2からずっとやってきたんで、だから最初はあの珍しいんじゃないですか。そう、できる人として入るんですよ。そうですよね、僕らは、だからちょっとこうクラスでもチヤホヤされるというか、あいつらできるぞみたいな。ところが僕らの時代っていうのが、あのエンタの神様ブームって、1分ネタとか2分ネタとかもう短いネタやれだったんで、もうその放送作家の先生にギャグやれって言われたんですよ。でそれが僕らちょっととんがってたんで、そんなんやってられっかみたいな感じで先生の言うことを聞かなかったら、どん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 こうドロップアウトしてきて、でたまたま漫才師の先生が一人大阪から来てくださったんで拾ってもらえたんですけど、あれなかったら多分吉本、多分僕ら入ってなかった。でも養成所だけど給料出るわけじゃないからね、アルバイトしてます。給料も出ないし、なんなら吉本入ってからも舞台に出るとしてギャラが多分何百円とかではあるんですけど、チケットが1500円を10枚ずつ1人売らなきゃいけないんで、1万5000円払って出てる状態。そうなんだ。そうす、だからもうバイトは本当ずっとしてましたね。バイトなんだ。コンビニの夜勤を。だから
30いくつまでやってました。その吉本辞めてもアートテラーの仕事やってても、うん、あそうか、だから永井さんと出会った頃は、うん、多分日中ここでこうお仕事とかしてその後夜勤行くみたいな生活が結構しばらく続いてましたね。で、いわゆるその吉本で、はい、まあ、学びながらその、うん、まあ、いつかはっていうね舞台で、うんうんうん、で M1 にもなんか出ました、ね、まあでもどっちかというと、うん、アマチュア時代に出てた感じですね、うん、でアマチュアで結構いいとこまで行ったんで、うんうん、それでじゃあいよいよ吉本入るかみたいな、あ、なるほどなるほど、そうそうそう、そうか、だからそんな感じではありましたね当時は。で実際にその舞台に出ることって結構本格的なプロとしてっていうのは、うん、吉本のまあでも言っても当時は本当にちっちゃい箱に出てて、でしかもやっぱ1分しか出番がないんですよ1ヶ月に。でもそれが本当に苦痛では、だからアマチュア時代にむしろ結構やっちゃってたんで、吉本入ったらこんなできないんだっていうのは結構フラストレーションありましたね。なんか、ね、今でこそ吉本出身とかお笑い芸人ってみんなチヤホヤされてね、うんうん、みんなテレビ出ればなんかすごくいい生活してるように見えるんだけども、うん、はい、本当にそれも氷山の一角、ね、いや本当ですね、うん、しかももう、まあ、YouTube だからあれかな、言ってもいいのかな一期上の先輩が怖いんですよ、あの目付け役なんで、うん、だチョコレートプラネットさんとかシソンヌさんにめちゃめちゃ怒られてたんで、まあ、わざとやってくれてるんだと思うんですよね、その、うん、あえて厳しく、うん、だから今とかテレビ見てると、うん、あの時思い出しますもんね、うん、この人たち怒られたなみたいなそうだからあんまり吉本入っていい思いは僕らはあんまし、僕は特にしてないかもしれないです、あの後輩ができたわけでもないので、うん、でも本当にだからテレビ出られる人って本当ごくわずかで、いやごくわずかですね、うん、そうですよね、みんななかなかでやめ、まあね、なかなかそう出られなければ仕事もできないわけだからね、はい、なかなか続けられないですよね。だから、まあ、アートテラーっていう仕事が2009年からやってはいるんですけど、うん、最初だから横浜美術館でやらせてもらった時に1時間もらえたんですよ、うん、それがすごい、なんだろう、こっちの世界に来ようと思った。アートテラーのきっかけって何だったの、はい、きっかけ自体はどこから話したらいいかな、うん、まあ、元々だから本当美術に全く興味なくて、うんうんうん、2004年の時、僕らが大学4年の時に相方と美術館に行ったのが美術にハマるきっかけだったんですね、うんうんうん、相方が結構、まあ、帰国しようと、相方金持ちなんで親の金で海外行くんで、でイタリアに行った特使があって帰ってきて、ウフィッツィ美術館見てなんか感動したらしいんですけど、なんかこれから美術の時代だって言ってなんか変な感じで帰ってきたんですよ、なんか変なのが出てきたなみたいな感じで、美術館一緒に行きたいって言われて、で僕はさっき言ったように映画がすごい好きで、もう週3週4で映画館にしたんで、そのお金あるなら映画館行きたかったんですよ。ただ相方が、まあ、交通費と、まあ、美術館代出してくれるっていうんで、2人で千葉住んでたんですけど、うん、上野の美術館2人で見に行って、それですごい面白かったんですよ、それがやっぱり、うん、なんだろう、相方が絵に対してボケたりとか当てれこしたりとかそうです。で僕も結構ツッコミなんですけど、僕はネタ作ってたんで、その時がねちょうどあの、まあ、フランドル絵画とか、フェルメール、はい、あの展覧会だったんで、なんか農民画とか見ると、はいはいはい、かなり笑い取りに行ってるのが分かるんですよね、うんうんうん、だからそれはこう自分がネタ作り手なんで、いやそういう見方ってなかなかない、はい、できないですよね。そうでも完全にこの人おじいさん笑い取りに行ってんなとか、すごい面白いもんだなと思ってキャプション見たらそういうこと書いてないですし、うん、周りの、まあ、おばさま方とかマダムの方たちが別に笑ってないじゃないですか。笑ってない。僕はだから芸人としてすごい衝撃だったんですよ、こんなに笑い取りに行ってんのに笑われてない感じ。いやそういう見方をしてる美術関係者はいなかったかもしれない。僕はだからそれがもうカルチャーショックでこれちゃんと伝える人がいたらいいなってその時に思ったのは、その2004年の時に、まあ、全然アートテラーって仕事やるなんて思ってないですし、最初に美術館行った時に美術ってすごい面白いなっていうのと、なんか説明ちゃんとしてないとなっていうのはなんかすごく思ったのは覚えてます。でそこから別に普通に美術にハマっちゃったんで、僕はいろんな美術館一人で勝手に行くし、相方は全然飽きちゃったんでもう行かなかったです僕は一人だけずっと行くようになってて、でそれからしばらくだからお笑い、今度お笑いやるわけじゃないですか、卒業してお笑いやる。でさっき言ったように出番がほぼないわけですよね。でもすることないんで、当時あのミクシーっていうあの SNS が出た頃で、ミクシーで日記で僕は美術のなんか記事を書いてた、美術館行ってきました日記みたいな、それ以外の日記も書いてたんですけど、それ以外の日記もやっぱ芸人として面白く書いてるわけですよ。だから結構コメントもついて、でじゃあ満を持して美術館日記書くとコメントが全然つかないんですよ、みんな興味ないから、うん、
なんかこんな面白いこと書いてるのになと思って、悔しいから結構頑張って書いてたら、だんだん美術ファンの方が読んでくれるようになって、でなんか実際に僕の話聞きたいっていう人が出てきてくれたんで、でそれでまあ今みたいに美術館と何のチャンネルもないわけですので、美術館で話していいのかなぐらいに思ってたんですよ。でしかも別に専門で勉強したわけじゃないので、まあ、自分で勉強してることを言うだけだから、面白いっていう切り口からの勉強ですよね、うんうん、そうなんそうなん、それがすごく逆に勉強になりますよ、こっちも面白いをしかもあと伝えたいも多分あったと思うんですよね、きっと自分の中で。でも結局なんかシュルレアリズムだったらなんか人前で喋れるかなって思って、うん、たまたま横浜美術館でシュルレアリズム展やってたんで、そこに電話して、うん、ちょっとこうガイドツアーみたいなことやっていいんですかねみたいな、うん、何人ぐらい来ると思いますって言われて、うん、200人ぐらいその美術ファンが、マイミクさんだったんですけど、まあ僕らがお笑いライブや、まあ美術の日記についてコメントもしてくれるけど、お笑い応援してますとか書いてくれるんですよ。ですごいありがたかったんですけど、一回もライブ来てくれないんですよ、その人たちは。僕は1500円のライブのチケットを売るのに必死なのに。だからまあリアルでつながってないから実際来てくれないなって思ってたので、200人中まあ今度お笑いのライブじゃなくて美術館で話をするけど、まあ5人来ればいいかなぐらいに思って、5人ぐらい来ると思いますって横浜美術館の方に言ったら、で、あ、じゃあそれだったら全然やっていいですよみたいな、他のお客さんの迷惑かかんないようにちょっとこそこそとやっていただければって言われたんで、じゃあやれることになりましたっていうのを日記で報告したら、40何人来てくれるっていう、奈良とか大分からも来るってなって、でそれで美術館側がそれはちょっと多すぎるから、会場貸してあげるからそこで喋ってくださいって言われたのが一番最初のきっかけなんですよね。だからその時にしかも1時間喋るって決まったんで、ちょっと揺れてたんですよ。お笑いで結構いろいろやってきたけど、あれこっちだと1時間喋っていいんだ、なんかこっちはもう1分しか出番ないんで。だって今までそういう人いなかったですかね、美術界で。そう語れる人でやらせてくれる、そうやらせてくれるって言われて、それが本当の一番第1号の企画です。2008年とかだと思うんですけど、でそれでやってたら横浜美術館の当時の学芸員さんが面白いなって言ってくれて、これをレギュラーでやっていこうって言ってくれたんで、そこで初めて職業名決めなきゃいけなくなった。当時まだ吉本に入ってたんで、まあ時効だから吉本の時もトニーだったのなんか、ね、大山敦史という本名だったんですよね。だこれ時効、まあ、時効じゃなかったら怖いけど、時効として僕の中で時効だから言うけど、いわゆる闇営業だったんで、だからもうアートテラーのトニーという別の、だから吉本興業の大山敦史としてはやれなかったのがスタート地点で、だから職業名も考えなきゃいけなかったし、まあ、トニーってのはもともと高校の時のあだ名だったし、ミクシーの名前もトニーだったんで、まあ、それを使って、それが結果として、まあ、しばらく二足のわらじで、まあ、片や吉本興業ツインツインってコンビのツインツインの大山敦史、アートテラントニーで、まあ、2つでやってたんですけど、まあ、相方と仲違いしたのもあり、最終的にはアートテラの方の道を選んだって感じですかね。まあ、道を選ぶって言っても、それがすぐね仕事になるって、いわゆるビジネスになるかどうかって、まあ、今もなってるか分かんないんですけどまあ一応悩んでどっちで行こうかなと思って、まあ、決めた日があるんですよ、こっちで行こう。で横浜美術館は一応レギュラーでやらせてくれてたんで、展覧会ごとにやってたんですよね、当時2年ぐらい、まあ、だからまあ一応横浜美術館と言っても、まあ、今だから言えますけど3年、だから3ヶ月に1回ぐらいしか出番がないんですよね、展覧会ごとだと。で当時は映像を作ってくれてる友達もいたんで、ギャラが1万で2人で折半してたから、3ヶ月で5000円とかしかもらえなくって、とはいえ一応レギュラーの仕事があるから、これを書くに頑張ってこうと思ってアートテラーで行くって決めた瞬間に横浜美術館の体制が変わって仕事がなくなって、そっからだから多分もう3年間全く仕事がない状態だから、もうバイト、でも SNS っていうかブログとかずっとやってる、そう、もうやることないからブログをやるのと、あとアートツアー、毎週土日にアートツアー行きましょうっていう、皆さんもう無償でやってましたし、アートツアー行きましょうっていうのもトニーさんが呼びかけて、そうミクシーのコミュニティ使ったりブログ使ったりして、あれは結構排水の陣で、その土日はホテルの配膳の仕事やってたんですよ、夜勤でコンビニをやりつつ配膳の仕事でも土日にアートツアーやるってことはもう配膳の仕事のもう月収多分10万ぐらいを捨てて
もうがもうアートに専念するみたいな感じでやったのが、だん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 なんか最初はだからもう僕結構、まあ、今も分かんないですけど本音のところで言うとあれですけど、結構美術界から嫌われてて、その初期はすごかったんです、バッシングが。あのブログで三つ星評価をしてるんですよ、うん、あれは別に僕は評価したいわけじゃなくて、食べログみたいな感覚で言っていいよっていうつもりでやってるだけなんで、別に僕があの展覧会は素晴らしいとか良くないって言いたいわけじゃないんですけど、うん、そういう体だったのがやっぱ一つ星とかつけるとなんかすごい怒られてたらしいんですよ。なんかよくわかる、しかも美術の専門家でも勉強したわけでもない人間がみたいな。でもそれって私すごくだ、うん、いいことだと思っていて、うん、結構なんか SNS を、うん、あのいい意味でね、うんうんうん、あのその展覧会の客寄せに使おうと思っても、うん、桜を呼びかけてみんなにいいね言わせてみたいなことをやってるところが多いと思うんですよ、はいはいはい、それの方がむしろあの、ね、僕もそう思うんですよ。だって食べログ 5.0 しかない店あったら逆に怪しくて行かないと思うんですよね。だから僕は結構本音で、まあ例えばこの作品は良かったけどこの作品はあんまり僕は良くなかったなとか、すごいいい作品いっぱい来てるんだけど説明すげえ難しかったなとか、金額これはちょっと見合ってないなとか、そういうまあ素人感覚で言いたいのはあるんで、そこは未だに自分の中ではそうやって続けてるんですけど、だからそう最初だからそういう感じで、もう美術館の人たちからだから広めたくてやってんのに、なんか余計なことしやがってみたく言われてたのが、アートツアーを毎週やるようになって、うん、あ一応なんかその可視化されたというか、うん、あこの人本当に美術界のために一応こう 汗水垂らしてやってるんだっていうのが見えたあたりから、こう雪解けというか美術館たちの人たちが歩み寄ってくれるようになったのはあると思います。そこからだんだん広がっていった、だんだん広がってきましたし、うん、あとそれで多分スキルは上がった気がします。やっぱ人前で喋るきっかけがたくさんあるし、僕が当たり前に僕ももともと素人代表で独学で勉強してるんですけど、まあ、素人目線でね、はい、とはいえ毎今もう年間750交渉行ってるわけです。今日もこれ来る前に3巻ぐらい巡ってるんですけど、すごい、うん、それでしかも美術館の人とも喋ったりしてると、うんうんうん、どこまでが素人目線なのかが分かんなくなってきちゃうじゃないですか。そこまでできる人いないですよ。なので多分アートツアーやってる理由ってそこで、うんうん、あ自分もいつの間にか業界用語使っちゃってるなとか、うんうん、難しい言葉使ってるなっていうのをそこでリセットできたので、そうチューニングしてるんですよね、うんうん、とにかく、なそれもあって多分そうそう、あの美術界のためにやってたけど、今ちょっとあといろいろ、ね、あの芸術新潮の連載とかね、いやあれは大きかったですね、うん、大きかったですけど、あれが多分そう僕の転機だと思います。芸術新潮でそのチクチク美術部っていうのをやらせてもらって3年間、まあそれは副編集、当時副編集長だった方が、うん、天評ってそのまあ美術 の, 評, の評論の、まあ、最近天評が良くないみたいな、うん、忖度してるみたいな、いやだから、まあ、昔からそうなんですよ。はい、なんかいわゆる批評、うん、日本ではその批評がないってよく言われるんだけど、うんうん、いろんなもので忖度しすぎちゃうみんな。それで僕の多分ブログを読んでくれてて、うんうん、多分抜擢していただけたんですよ、うんうん、でそのなんか忖度しちゃう理由の一つがやっぱり多分展覧会の、うん、画像を借りるときに、僕もまあブログのときも広報用の画像を借りるときがあるんで、一応こう事務所というか事務局に送ると赤字で返ってくるんですよね。だからそれをこうみんなそっちに合わせちゃうんですけど、僕は結構そこ戦うようにはしてるんですけど、だからまあ多分芸術新潮さんもそういうのがあったんで、それで僕と井野孝之さんってイラストレーターさんと2人で組んで、広報用画像を使わないで天平をやろうっていう、あの企画だったんですよ。でまあ、結構本音でやってはいたんですけど、別に僕は美術を広めたい側の人間なんで、結構バランス取って書く、忖度じゃなくてここは良くなかったら言うけど、でもここは良かったよって言って僕はバランス取ってるんですけど、ブログもそうなんですけど、その時の副編集長が僕が褒めたやつ全部消すんですよ。あ、そう。だから僕すげえ悪口だけ言う人みたくなってたんで、 あの3年間は結構いろんな美術館にまた嫌われる時期が、せっかく戻してきた自分のなんかいい関係になったはず。だから出禁が3箇所、芸術新潮は出禁食らわないのに、僕だけだから僕が悪者になって、そうなんですよ。それも狭いですね、両県がね。そうなんだから、ブログも書いてるし、チクチク美術部もやってるんですけど、チクチク美術部はその検閲がないって乗っけちゃうんで、ブログでちゃんとやり取りしてた人が、あれトニーさんこっちでは全然違うこと言ってるみたいな感じになって、こじれて、で僕が3巻ぐらい、結果だから3年の連載で得たものってそれです。そう
そこからまた何年かけてこう修復するみたいな、まあでもただ修復ったって別に、うん、あの本当に好きだからこそ言えるっていうね、そこですもんね、美術界、そう、美術界のためを思って言ってるんですけど、まあでも今もそれは変わらず、うんうん、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。